はい、皆さんこんにちは、レナクリです。今日は2019年11月25日です。もみあげの濃さに悩む方が意外と多くいらっしゃるということで、前回耳にかからない部分を全剃りして全照射しました。今回はその変化を見比べていただこうと思います。では写真をご覧ください。やっぱりもみあげを薄くした方がむさ苦しさが軽減されて、なんとなく垢抜けた印象になりましたよね。なので皆様も、もみあげの濃さに悩んでいらっしゃる方は脱毛を検討してみてください。この動画が良かったと思った方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。